山本君の発言につきましては、速記録を調査の上、議長において適切に対応いたしたいと存じます。現場の悲鳴は聞こえないふり、細かい中身は見ないでいただきたい。表っ側の数字だけで評価するんです。これこそがアベノミクスの真髄ではありませんか。安倍氏は〇〇のであるばかりか、〇のでもあると〇が誤算されました。〇のになられるのも〇の問題ではないでしょうか。私は立法府、私は立法府、山尾委員はですね、議会の運営ということについて、少し勉強していただいた方がいいと思います。議会についてはですね、私は立法府、私は立法府、立法府の長であります。